今日のモンキー、耐熱塗料焼き上がりました。クランクケースの腐食が予想以上に進行していて、こんにちは旦那です。洗浄したクランクケースですが、表面の汚れを落としていくと予想以上に腐食した地肌が見えてきました。これどこまで追いかけようかな。ワクワクすっぞー。クランクケース洗浄終わりました。表面の汚れが落ちたら、アルミ地肌が見えてきたのですが、腐食が進行していて、予想以上にひどい状態です。まさかここまでひどいとは。とりあえず全体をサンドブラストで処理してみます。下側は比較的綺麗ですね。ガンガンやっていきますよ。全部これくらいだったらよかったのにな。オイルが付着していたところは腐食も進行少ないのかな。やればやるほど地肌が見えて、だんだんとやる気が失せてきます。参ったにゃー。ケース右側だけ終わりました。下側は綺麗なものです。この辺りから巣穴が見えてきました。シリンダー周りはひどい状態です。上側は気持ち悪いくらいボコボコですね。旦那はブツブツとか大嫌いです。ニキビみたいなやつも見つけ次第潰さないと気が済まない。中に何か入っているとか絶対に嫌です。個人的な見解失礼いたしました。まだブラストしていないケース左と合わせてみます。汚れが落ちたせいで巣穴が目立ちますね。おそらく表面に塗装されているのかな。これどこまで追いかけようかな。判断に悩みますね。少なくとも塗装は全部剥がします。サンドブラスト完了。素人作業の鋳造くらいボコボコしています。アルミの錆って結構進行するものなんですね。この辺りの状態とか大嫌いです。特にひどいのがシリンダーの付け根周り、見たくないくらいボコボコです。触って確認していますが、個人的に触るのも嫌なくらい嫌いです。エンジンじゃなければ触りません。試しにそのままブルーマジックで磨いてみました。ごまかせそうな気がしないでもない。結局少しだけ磨いてみます。サンダーで強引に一気に磨いていきます。海外ものの動画ではこれで綺麗にしていましたが、旦那の性に合わないやり方です。細かなところが磨けませんが、ある程度の巣穴は消せそうですね。400番でもう少し磨いてみますか。どんな感じになるかな。では疲れるし、細かなところが磨けないし、サンダーで磨くのはおすすめできませんね。エアアングルサンダーの方が気持ちよく磨けます。巣穴がひどいのでパワーが必要だから仕方ないかな。それでもこれくらいしか磨けません。怖くてギリギリ追い込めないんです。平面だったらもっと追い込むんですけどね。もっと精進が必要ですね。もっと削るために真鍮カップで磨いてみます。仕上げは粗いですがいい感じで磨けます。ここでヒロマロさんが遊びに来てくださいました。リトル株復活されたようです。セル式エンジンへの感想おめでとうございます。今度の株ツーリングはぜひ一緒に行きましょう。サンドブラストで落とせなかったオイルの塊などをほじくっていきます。
真鍮カップで磨いたらこんな風になりました。かなりマシになったとは思うのですが、決して綺麗だとは言えませんね。アルミ地肌がギラギラしてちょっとだけ好きです。ほじほじ。係数値側、指が引っかかり、怪我するくらいの大きなバリがあります。これは、決まってました作業になりそうですね。旦那はこういった細かな作業が大好きです。最初は緊張するんだよな。煙は閉めたらガンガンいきますよ。次回予告。最後までご視聴ありがとうございました。ロングドライブ前にオイル交換、よろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。キャッパーな旦那ですが、皆様の応援が大好きです。相変わらず鉄粉が大量です。